はい、どうもこんにちは、ぷんぷんです。今回作ってきたデッキは、アグロが、主体となったデッキです。このタイトル通り、チャンピオンは入っていません。なので無課金の人は、使っていただきたいなっていうふうに思います。なのでデッキの方を見ていきましょう。レギオンの工兵隊さん、工衛兵さん、レギオンの工作員さん、愛しい子さん、実況者さん、新人さん、新謀者さん、破壊工作員さん、両手拘束さん、ミスティックショット2、シンバルさん、ノクサスさん、商人さんと、町壊しに、オノガさんと、はい。まあ、こんな感じになってます。で、もう本当にチャンピオンがないです。で、このデッキを回してみた感じ、ゴールド帯までは、余裕じゃないかなっていう風な感じですね。なので、無課金の方も、ゴールド帯まで上がりたいっていう風な方は、このデッキで全然上がれます。ただ、ゴールド帯で、上位の方だと、まあ、苦戦するっていうか、多分なかなか、上がらないんじゃないかなっていうのもありますね。本当にぶん回った時は多分上がると思うんですけど、はい。なので、もう最初、まだ、ブロンズかな最初。ちょっとわかんないです。シルバーあたりの人、ゴールド前までは、の方は、ぜひ使ってほしいなっていうふうなデッキです。はい。じゃあ、対戦の方行ってみます。はい、マッチングいたしました。お相手はシャドウとアイオニアのデッキですね。自分はまあこの初期手札でいきたいと思います。まあで、見る感じ多分盤面広げてくる、チャンピオン見る感じです。盤面を広げてくるデッキだと思うので、まあもうここはもうこのデッキはやること一つなんで、もう早く倒すです。はい、早く倒すだけなので、まあ、ニコスは新人を出してくる。まあ、ニコスで、4点っていうのは多分ほとんどないので、ここは必ず通る。ところが絶対ニコスは出しておいた方がいいですね。ただこのシャークは、多分この工作員を取ってくると思うので、あ、取ってこない。ガードをしない。なるほど。じゃあ、もうやられるだけっていう感じですね。もうこの試合はもう勝ったも同然かな。久保田さん、久能田さん、久能田浩二さん、悪いですけど、まあ、ここはこの雲に対して、自分はノクサスの強圧を出していくと。で、お相手の顔面に3点をぶち当てる。またここでチェーンをかけてくる。苗木投げ？なんだ？なんか入ってったっすね。なんか入ってったんですけど、まあここは関係ない。はい。まあ、見なかったことにしときましょう。はい、で、あ、またなんか来たな。なんだこれ。なんで来たのこれ。苗木さん。あ、苗木来るんだね。あんまりこのデッキ、このまま使ったことないので。それだと、お相手は多分横に広げてくるので、スペルとかで。なので、ここは出さずに、もう顔面をいっときましょう。はい。で、多分苗木でブロックはしてくると思うんですけど、まあ、これは、はい、全然。行かないと。いいって感じですね。はい。で、お相手は4ターン、4コス何も使ってこない。なら自分は、レギオンの、はい、両手拘束男を出していくと。ここでもお相手は何も出してこない。まあ自分も何も出すことないので、ターン終了と。で、お相手5ターン目、ネバーグレード、なんだこれ。吸収ですね。ネクサスから体力、他の味方が力尽きるとき、ちょっといやらしいな。ただいやらしいですけど、ここは自分はケミタンク商人を出していきましょうか。一つ目はサービはい、ケミタンク商人を出していけば、はい、世界は平和です。お相手は、あ、なるほど、亡霊を22の、確か22ですよね。22だよね。22を2体召喚してくると。ここに対して自分も、闘技場の実況者を出していく。本当は実況者とこのし、商人のコンボを見せたかったんですけど、はい、ただもうここはコンボを見せられない。まあここはもうガード1個の22は通して全然20点あるので怖くはないっていう感じですね。で、このマダツモミみたいなやつで、1吸収していくと。あ、結構強いですね。あ、そっか、吸収だから自分も一気に5点減ったな。5点で7点減ったのか、今のターンだけで。まあここはもう、間髪入れずバチコリと
さっきも言ったようにセールで横に広げられてくるので、ここもバチボリと顔面にくい。まあ相手を見てここは召喚するか召喚しないかを判断していった方がいいと思います。でお相手はそこに対してスペルをかぶせてくる、吸収してくる。じゃあここは吸収をされないように自分もノクサスの強圧を使い、チェーンをかけていくと。でここで顔面3点入れてくる。お相手はここでこれが通れば GG。 どうなる？はい、3点入って対象なくなり5点になる。 OK で4-2で勝ちですね。はい、ありがとうございました。はい、マッチングいたしました。 お相手はシャドウアイルとシャドウとビルトですね。まあ、ここ全マリですね。スペルなので全マリしていきます。でお相手のチャンピオンが、エリスとバイ、なのでバイを、バフかけてフィニッシャーに持ってくるデッキなので、まあ、やることは一つ、顔を詰めるだけです。はい、で自分は 2-1 を出していくと。でここはお相手何も出してこないのでアタック。あ、ここなんレイトの工作にも良かったですね。まあここちょっとプレミーなんで見なかったことにしてくださいと。はい、相手2ターン目何を出してくるかですね。何も出してこない、何も出してこないということは、じゃあ自分は新人を出していってもいいでしょう。新人を出します。はい、新人を出して、まあここは次は特にユニット出さずに行った方がいいような気がしますね。横に広げられ、シャドウは横に広げられるので、まあ、このタイプが型が広げてくる型かって言われるとちょっとそこは分からないです。あ、いや新人だし、新人1枚、いや行かない、俺は行かない。まあここで5点もりもりと当たった方が美味しいよね。多分ないと思うんだよな、何も。なるほど、ミスティックショットで愛しい子を取ってくる。じゃあそこに対して自分もチェーンをかけてノクサスの強圧をかけていこう。で、はい、画面にダメージを入れていくって感じですね。行かないと。はい、でお相手は残り12と。はい、でお相手残りの、なるほど、ニコスを使って2マナ使ってミスティックショット1-2になると、ここはお相手がまあ何を出してくるかによりますけど、なるほど、雲の妖体の目覚めですね。まあ、そこに対しては基本的にチェーンをすることもないので、まあ、レギオンを出すかな。いや、こっちでいいか。新人さんを出して、お相手ミスティックショットを2枚使っているので、もうミスティックショットはないよ、ないと思うので、か、もうここはブロックせずに、顔面で受けちゃいます。はい。そこまで確かにエリスが入ってますけど、横に広げてくるのが遅いなっていうのもあるので、ここは別に、いいかなっていう風な感じですね。ただここで、どうしようかな。ここはうーん、顔面詰めて6点入れるか、まあ、破壊されて6点入れるか、召喚して待つかの2択ですね。ただアタック時の1もあるので、ここはそうですね、レギオンのこいつを出しちゃいます。出して、盤面で、今のところ、なるほど、まあ、どっちにしろ攻撃してても、あ、そうですね、えぐられてたって感じなので、ただ、お相手は1コスだけなので、まあ、愛しい子を出していいかなって感じですね。で残り1コスでも出してこないと、それだったらレギオンの工作員を出してきちゃう。はい、でここでお相手ブロック1枚逃すので、まあ愛しい子はもともとブロックできないので、多分そうですね、愛しい子だけと、入ってお顔に、7点お顔に入っていくって感じですね。7点入るので残りの4点で、次の、ターン開始時に、自分は斧を振ってジュジュが、予測できるかなっていう感じですね。あ、お相手ブロックしてこなかった。これはどういった動きなんでしょうかね。はい、まあここで多分お相手はもう召喚をしてくると思います。はい、まあ召喚か、まあスペルを使ってくる。
はい、なのでここにかぶせて自分はチェーンを打ってきて斧を、なるほど、はい、ただあ、ここそっか、回復されていく。しまった、エリスがあんのかな、お相手。まあここも斧振っちゃって、いや斧振る前に実況者出しちゃって、いやーここはちょっとどうしよう、斧振っちゃいます、斧振っちゃって、斧振っちゃってってなんか面白いです、斧振っちゃいます、はい、で斧振っちゃって4点で、でもう特にモンター出すもん出さなくて、はい、で次のターンにかけます。お猿ちゃんシンバルの野郎が来ても、シンバルのスペルが来ても、大丈夫ですし、あとノクサスの強圧、なんか怖いスペル、なんか怖い、あーなるほど、爆弾、新人、爆弾じゃないよ、新人が来ると、新人だとちょっと足りないので、まあ、ここは新人を出してお茶を濁す。残り1点が遠いな、残り1点が遠い。なるほど、キル復讐を出してくると、まあ取られてしまうか。ただここはパスしていきます。先ほど言った通りシンバルが来た場合に手札がないとダメなので、また引けないと引けない、スペルが引けない、スペルが引けないと、まあ、ここは、お相手が、召喚してこなかったらもう召喚しません。まあエリス一体ごときだったら召喚しません。あのスペルの対象を増やしたくないので、はい、ライフスティールとかがない限りお相手は、なるほど、ここで出てくると、いやーこれきついな。それだと、もうガードするしかない、もう召喚するしかないっていうか、同期者出してブロックするしかないですね。で5点入る、ただスペルを引けば勝てる、はい、スペルを引けばいい、ただスペルを引けばいいんです、はい、スペルを引け、行け俺の手、引かれ、世界を救うかぶっ壊すか、頼むよ、俺の右手引かれ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 よ、燃え燃えってレベルアップとかいいから、俺の手引かれ、俺の手引かれ、オッケー、まあこんな感じで勝てるって感じですね、はい、よーし勝ち、あ、なるほど、ただここに対しては対象を消して3ポイントと、オッケー、はい、マッチングいたしました。お互い多分同じデッキですね、ノクサスとビルト、お互いこれは顔面の争いになる戦いになると思います。まあどっちが先に顔面を詰めるか、まあかかってこいって感じですよね。さあ行きましょう。まず相手先行1段目は、はい、召喚してくるって感じですね。なら自分もここはどうしようかな、次のことを考えてレギオンのこっち3人の方を出していきます。で2段目にその破壊工作員がいるので、そっちへ行こうかな。で相手これブロックできないので、多分1体の攻撃は通る感じにはなると思うので、ミスティックショットがなき限り、ノクサスの栄光のために、でここで顔面待ちきれない、お相手でここはもう普通に、こいつだけで攻撃します。まずガードしてきたらブロックしてきたらそこでもう儲けなので、はい、で自分も相手もマナがないのでターン終了と。いやここはもう顔面の削り合いなんで、もう拳で語るしかないですよね、拳で。お相手3マナで何を出してくるか、命令を遂行する。工作員出してきてどうしようかな、ここはそれだったらこいつで茶を濁す感じでいいですかね。はい、両手爆弾野郎で出して、両手爆弾野郎を出していくと。じゃあお相手はどう当たり、愛おしい子クモちゃんを出してくる。じゃあそこに対して自分も工作員を出してきて、お互い4-4の盤面ですね。はい、今度こそは後ろだ。で自分はこうブロックするしかないって感じなんで、まあ2点は
あーそうですね、2点通してちょっとしくったな。ちょっともっと上手い取り方がありましたね今の。ただまあしょうがない。ただここの顔面の入れ合いでは今のところ負けてない、もう殴ったもん勝ちなので。でここは召喚しないでいいかな。多分召喚したら相手も召喚してくると思うので、召喚せずにもう顔面アタックしていくって感じですね。でお相手ブロックできるモンスターは、1体しかいないので、あの中古のケミタンク商人とかっていう風に出されたらちょっとめんどくさいので、まあ、ここは顔面を削っていく感じですね。さあ相手どうやってブロックしてくるか、まあ、スペルを使ってくる。2枚目、ミスティックショットと、まあ、特にここはもういいですね。ミスティックショット通しちゃって、てか通すしかないので、はい、で自分は3コスで中古ケミタンク商人出してターン終了で、はい、いきます。いやいい感じでお互い殴り合ってますね。いや絶対負けないよ。たぎってくる。自分も結構たぎってきます。はい、中古のケミタンク、まあ、ここでブロックもできるので、今度こそは、はい、まあ、ブロックをしていってお茶を濁す形ですね。はい、でお相手盤面にブロックできないカードが1枚あるので、ここはもう、新人出していこうと思います。ただお相手もまあ3コスあるので、ってことはここはスペルですね多分。今のここで、召喚してこなかったってことは多分スペルなので、か特に、あ、ここどうしよう、ここ難しいな。スペルってことは分かってる。ただ2コスに関して1枚チェーンかけられるだけなので、あ、でも勝ちか。ああちょっと待って、いやチェーンとして遅いよ。5コス使って押すか。斧で4点削って、これダメージ計算どっちが早いんだろう。これダメージ計算どっちが早いんですかね。ここでも出してこない。お相手。斧か。相手も斧。いや、これ負けたかな。いや、これ殴り合い負けたかもしんない。やめろ、マジで。スペルなしで。スペルないでよ。スペルない。スペルない。スペルない。スペルじゃない。スペルじゃない。スペルじゃない。やめろ。やめろ。マジでやめろ。マジでやめろ。おっと。おっと、あ、スペルじゃない、スペルやめて、あ、ふざけんなよこいつマジで。はい、負けです。そん、はい、対戦の方ありがとうございます。どうだったでしょうか。お相手が同じ方とかですね、あとは盤面広げてくるシャドウとかでも戦い方を自分の中で相手がどんなカードを出してくるか読んどけば、まあ勝っていけるんじゃないかなっていうふうに思います。でまたやっぱりもう低コスト、まああとスタッツも低いので、やっぱライフが回復されたりするとやっぱきつい。あと大型モンスターが、横並びとかなの、あ、並びされるとやっぱその対抗策がないっていう感じなので、そこはちょっときついなっていうのはありましたね。はい、なのでまあゴールド以上だとやっぱそこら辺がきついって、まあゴールド以上がきついっていう理由はまあそこら辺でありますね。はい、なのでまあゴールド以下だったらまあこのデッキを使っていただいて、しっかりいろいろとなんかその間にカードを準備して、ティア1のカデッキを使ってみて、ランクを上げていくっていう方がいいと思います。なのでこのデッキは、ゴールド前まで使用していく感じがいいかもしれないです。まあ、そんな感じで、今回の動画を終わりたいと思います。はい、もしこの動画が面白いと思ったなら、高評価、チャンネル登録のよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。